言いたくなる。しゃいませー。おかえり。おかえり。おかえりなさい。おかえりなさい。ティアンデイ。お願いします。さあ、ティアンデイでイン踏むか。久しぶり、久しぶりだったな。ティアンデイでイン踏めますか。ティアンデイ。ハローデイ。ティアンデイ、ハローデイ。なんかジョイマンみたいになってますよ、それ。ティアンデイ、ハローデイは。知らない。ティアンデイ、ハローデイ。チューズデイ。いやいや、福岡スーパーマーケット。知らないわ。ええ、ちょっと待ってください、あれ福岡だけなんですか。そうだ、そうじゃない。知らないよ兄貴。あれ福岡だけなんですか。多分そうでしょう。ルミエールもそうだよ。え、ルミエールもそうなんですか。ああ、多分そうだよ。え、自分福岡で。俺福岡なの。はい、めちゃめちゃ全国。どこ。あ、福岡のどこ。いや、言わないですよ。言えよ。いやいや、別に言ってもいいですけど、絶対ここじゃ言わないでしょ。なに。ん、ここじゃなんて。ここじゃ言わないでしょ。いや、言うでしょ。いや、言わないですよ。大丈夫だって。大丈夫じゃないです。な、今何人見てるんですか。いや、今、ガイ。ガイ。それはそっち側は言うですよ。それそっち側はいいですけど。いや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 、今衛生外。ああ、確かにそうですね。兄貴側だったらそれはいいでしょうね。何がない。自分はダメですけど。何がダメだ。いや、それ見てますからいっぱい。いやいやいや。え、福岡なんだ。はい。じゃあ上か下か真ん中か教えてくれよ。いや、いや、だから全然言ってもいいんですけど、今絶対言わないです。だから。いや、だからだからだからじゃなくて、本当。え、今も今もいいの。あ、はい。あ、そうなんだ。はい。どこじゃ。いや、なんなら、え、これ別に本当ここで言わなくてもいいんですけど。なんなら今衛生してるけど。あ、してるんだ。危な。危な。いや、危ないというか、どっちにしても危ないんですけど。何、その先教えてくれよ。いやいや、まあ、え、何、何なら何。いや、あれなんですよね、あの、兄貴が、兄貴の同級生と、なんか、あの、たまたま昔やってたレインボーシックスシージってゲームがあるんですけど、そのゲームで知り合って、今友達の野良が、あの、兄貴の同級生でした。え、名前覚えてる。いやいやいや、言わない、言わないですけど、ここじゃ。あの、フルネーム言えますけど。あ、フルネーム言えるんだ。フルネーム言えます。野良なんでしょ。でも野良から、野良から友達になって、結構もう付き合い長くて。え、俺と同級生。はい。え、で、しかも多分結構仲いい。多分、え、でもどこまで言っていいか分からない。あれだから、あれですけど。何部だったと。いや、部活はあれですけど。入ってない。え、俺知ってんの。あの、その、いや、なんか実はずっと喋りたいなと思ってて、この話。いや、めちゃくちゃ話したいんだけどさ。そうそう、え、はい、普通科か聞いといて。まあ、そうですね。いや、めっちゃ気になるんだけど、誰。ちょっとじゃあ、あれ、ね、念送りましょうか。念送ってくれ。テンパシーで。ちょっと待ってくださいね。おう。そんなことある。本当か。同級生。送りました。え、じゃあこれ、これ、はい、高校の同級生じゃないぞ。俺が勤めてた会社じゃない。あ、同期じゃない。あ、そうなんだ。多分。あ、そうなんだ。同期同期、薬剤師だよこいつ多分。あ、そうなんだ。いや、なんかすごいたまたまで、
で最近そのこの町のあれその見てて、うん、あれすごいねみたいな話になって、なんか不思議な感じするわみたいな話してて、あ、そう、あ、なるほどね。なんかいつか話したいなってずっと思ってたんですけどマジか。いや、なんかやってるってのは聞いてたんだよ。あー、はいはいはい、はい、そういうのしてるっていうのは聞いてはいたけど。へえ、そうなんだ高校じゃないでしょ、多分高校じゃなかったと思いますね。ああ、そうなんだ。なんか知り合いって言ってた感じか。いや、でも結構細かく聞いてるんで言えるんですけどちょっと俺なんか言われてたこんなやつだったよ。いやいや、そんなこと言われてないですよ、さすがにけど、まあなんか、うん、なんかいや、ちょっとここじゃあのあれなんでこわすごいですよね、あの、はい。今もじゃあ繋がってるってこと？そうですね、たまにご飯とか行きますね。ええー、初めてそのゲームで知り合った友達で初めて会いました。マジ？初めてリアルで会った友達がその兄貴の知り合いっていうか、マジかよ、なったみたいで。え、メガネかけてる？かけてますね。ああ、じゃあ絶対そいつだわちょっとちょっと、まあ、色が白いか黒いかで言ったら黒いよね。うわー、まあ、うん、まあ、と、うん、ど、うん、そうですね、どちらかというと黒なのかな。ちょっとじゃあ、3人で行くか3人で、うん、まあ、すいません、なんかちょっとふとハローデーでそれを思い出して、ありがとう。いや、すいません。また。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうね。いってらっしゃい。邪魔するぜ。はい、いらっしゃい。疲れた。疲れた。いろいろ大変だ。いやー、なんかあれね、どうだった？何？行ったんでしょ、大型。行ったよ。どうだった？もう理覚だよ。おお、よかったで。まあよかった。なんか。なんか変なヘンテコメンバーで行ったっていう噂だけ聞いてんだよ。なんだ、耳が早いね。飲み物と食い物。そうだな。この前マスカットのやつ買ったから。
なんかないか。乾きもん。あ、まあ、ターロ服ありますけど。乾きもんがいいな。乾きもん。乾きもんなら夏とかなるけど。あ、夏でいいや。夏とビールで。この時間にチャーシューという手もある。チャーシューか。昨日の晩飯がラーメンだからな。あら、そうだったの。じゃあチャーシューはやめとくか。ナッツでいい。よし。ジュジュでいい？うん。はい。すっごい伸びたわね、今。売り上げはどうだったんだ、この前。前回のやつはね、まだあれ、あの後すぐ寝ちゃったから、換金しというかしてないんだけど、結構良かった。あのチケットを換金するのよ。あれじゃあ、まあ言ってしまえば、ただのチラシのクーポンか。あのままだから。確かに、それそうだ。すげえ金額が集まったんじゃない？多分ね、全体通してとんでもない額になってる、あのイベント。それすげえや。うちだけで奥行ったもん、売り上げ。おお、そう。うん。なら下手にミッションするより稼げちまうな。いや、だからつって一日で、一日たまにあるからあれだけだからね。まあ、毎日あったら大変だよ、それ。死んじゃう。私がそんな毎日ケーキ作れません。まあ、新しい商品を出すっつってもね。そう。あ、その日のためにだけにあれ作ったんかい。いや、あれは先行販売であの日から発売開始って感じにした。今時期的にはマスカット、シャインマスカットが旬なのかじゃ。そうそうそう、うん、だからあれのテーマが秋の旬の味覚っていうテーマだけあったから、秋の収穫祭みたいなの。そうそうそう、うん、うまかったよ。 ありがとう。あれはね、うまいよ。いや、あれ結局1個作って自分で1個食うの。2日で食べたよ。でもなんか飽きないマスカット。意外と私甘党だからいけちゃって。 うまいっつ。あれは何、クリームは、クリームにもなんかそういうあれしてんの？レアチーズケーキにしてる、下のクリームとかは。それいいや、うまそうだ、うん、で生クリームでちょんちょんちょんって私が丹精込めて袋に入れてちょんちょんちょんってちゃんとつけて。あれ何で焼いてんだ。あのね、タルト生地だけはさすがにだるすぎたので市販の買いました。ああ、なるほどね。ああいうのが売ってるのか。そう、あるのよ。なんだ、まあ、お化けか。あ、そうそうそう、ここによくいるあのクラップお化け、クラップゴースね。そうそうそう。何、あんまり今従業員いないの？あのね、一時期に比べてみんな起きてこなくなっちゃったんだよね。めっちゃ怖いんだけど。めっちゃ怖いんだけどね。嘘、私そんなに今頻度1回ぐらいしか聞こえてないのに。パンパンパンって3回やなったよ今。多分見えない女の子に拍手してます。え、怖い。え、びっくりした。こんにちは。これはお化けじゃないです。びっくりしたよ。お化け、すいません。なんだよ。なんで？やば、びっくりした今。すいません、ちょっとシャインマスカットタルトが買いたくてウキウキで来ちゃいました。すいません、驚かしてしまって。びっくりした。君、知ってるか？何ですか？こんな陽気な音楽が流れているが、はい、このお店にはお化けがいるんだ。いや、またまたそんな。本当だよ。いや、またまた信じないだろ。うん、わしもそんな信じてないんだけどな。いや、でもさっきの驚きを。いや、ラップ音が鳴るんだよ。え、いりゃわかる。ポンっていうかクラップ音というか、いりゃわかる。ちょっと失礼します。後ろの方からパンパンって嘘だ、手を叩く音がするんだよ。多分ね、マヨちゃん来すぎててもう慣れてるよ。え、でも聞いたことないよそんな音。いや、いつも流れてたんだよ、実は聞こえてた。前の耳がおかしいんだ。私の耳がおかしいってか。いやいやいや、聞こえてないマヨの耳がおかしいんですよ。あ、ま、マヨって言ったか、ママって言ったの。
じゃあママタルトとサングリア。あ、サングリアもこれマスカットだよね。だよ。んじゃあそれを従従ください。はい、やったー。嘘だと思うだろう。本当なんだよ、うん、いやまたまた、うん、ちょっと怖くなってきた。こういう話をしてるときは何年だよな。そうなんだよね。あーそうなんだよね。そういうもんなんだよ。で忘れた頃にいきなりなるのよ。しかも今までさパンって1回だけだったのが、うん、さっきパンパンパンってなったぜ。あるのよ。3回も？あのパターンあんのよ、うん、パターンあるの怖っ。しかもそのジャムネもなんかもう普通みたいな感じだからさ。常連常連常連怖すぎ。常連か、うん、でもただ ただ何も頼まねえし、ただ見に来てるだけっつうこと。もうそう、ただ見してる客がいいんだよ、クソ客が。おっかねえ。やっぱさすがに肝が座ってるわ。前ここの店出来たての時は心なきがね常に3人ぐらいいたのよ。あ、じゃあそういうのの魂がいるのかもしれないと。多分ね残ってて、はい、あそう一時期は透明で殴られることもあった。怖っ。気のせいかな。ん？怖っ。ドゥーンって低い音なんない？たまに。これも聞こえてないな。やっぱり右耳がちょっと気にしすぎてる。だいぶ過敏になってる。音に敏感、うん、敏感になっちまった。なんでなんねんだよ今。おかしいな。絶対話長引かしてどうにかなるまでやってたのに。なんでなんねんだよ。まだちょっと信じがたいっすね。にわかにならないんで。なんでだ。結構この反応してる時、バーさんが来てる時くらいしか意外となんなかったりする。あれ？俺についてるのか？じゃあもしかしたらね。まあそれもしょうがないが、殺してるのかな。後ろで拍手だけして帰ってくの。まあ言ったな。まあね、なんかレーダーのなんだな信じないけど、そういうのがいるとして取り憑かれてても。おかしいな。え？今鳴ったよ。ほら。お。パンパンって2回。ほら。怖い。ほら。嘘でしょ。鳴ったろ？鳴った鳴った鳴った。あっちの左。そうそう。奥のあの方で。そうそう、あっちの方な。パンって2回。うわ。ほら。いるんだよ。昼はジャムねこれ。ほら。います。しかもな。俺には今聞こえてないんだよ。嘘だ、うん、今の私も聞こえてない。え、あの左耳だけ。うん、気に入られたのかもしれないな。まあこういうところには集まるっていうしな。ハロウィンも近いし。まあ確かに寄ってきてるのかもしれないな。あまりに魅力的すぎて死んでも死にきれないみたい。あら、誰だ。え、その幽霊たちが魅力的って。ここにハマっちゃって。あ、ジャムネにハマっちゃってってことじゃない。もう私とかヨネちゃんとか。ヨネバ。うん、ヨネバってことはね。失礼ね、それ。ヨネバってことはね。ほらねえだろ。ヨネバは元気そうだったな。ああね、私も結構久々に会ったのよ、昨日。ああ、そうなのか。忙しいんかね。なんかみたいで、割といつも早番でちょっとだけ起きてるっていうのは聞いたけど。そうなんかい。あの時間は久々だったみたい。うん、チェンマエさんは今電話してるね。ああ、そうなの。失礼。ああ。びっくりした。いや、仕事は大変だ。いろいろ迷惑かけて悪かったな。いや、全然。まあ何かと思うところもあってな。
現状でな。あ、今学びが多いや。すいません、お電話してました。いやいや、とんでもない。彼氏か。うん、お友達。お友達。そう、今度お友達のお誕生日をお祝いするんですけど、うん、どこでお祝いしようねっていうので結構町の下見をしてて。ぜひ使ったらいいじゃないか。え、ここ。うん、おいいよ。じゃあ3次会ぐらいに来るね。あー、すっげーベロベロの疲れた状態で来るじゃん。え、そういうお店でしょ。まあ、そういうと感じでもある。うん、うん、飲むのも良ければ盛り上がって飲むのもいい。潰れたらあの店前のゴミ箱に捨てとくから。駐車場のとこね。いっぱいあるから。うち誰の誕生日なんだよ。お金困ると安城なるっていう二人が11月5日で同じ誕生日なんですよ。そうなん。そうで1年前もお祝いしてて、今年もお祝いしようっていう話をしてて。安城か。うん、仲いいの。来月なんです。あ、そうです。同じ時期ぐらいに町に来て。同期組ってやつか。そうです。レギオンのあの駐車場がにみんな集まって3時瞑想とか5時瞑想とかしてた頃によく一緒に遊んでた仲間です。仲間。君たちはいいな、そういうのがいて。同期ですか。同期組っていうやつ。うんうん。ね、いるか。じゃあもね、私いないのよ。私いないよ。ええ、うん、私来た時はなんか一人いたんだけど、うん、すぐ起きてこなくなったから結局一人。私はまあ牢屋だったから移送されてきたから別に途中から。あれ、船でってことですか。すごいパンパンパンって3回なってるわ。牢屋だってことに拍手してかまってかまってほしそうにしてる。これ後ろ、あー怖っ。ジャムネの顔しか見れない今。羨ましいよね、なんかそういう動機と。そうです、来月の5日です。それは、はい、魂。町。まあ町か、わかんない。魂の可能性も、うん、同じ可能性もありますけど、町では11月5日。あ、そうなんだ。うん、いや、そういうのなんかやって楽しんだらいいじゃない。いや、今いろいろ考えてるんですよ。でも U4U さんに VIP ルームがあるんですけど、そこを貸し切りにして、ここにも VIP ルームあるな。そうなの。あるあるよ。どこ。そのまま奥の奥